とショコラの甘い時間始まりました。イエーイ。はい、ありがとうございます。今日から始まりました、はい、トルテ&ショコラの冠番組トルテとショコラの甘い時間、今日は第1回目の放送ということでね、はい、たくさんの皆さんに観覧にいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、という感じでですね、まあ今日が初めてということで、うん、私たちトルテ&ショコラのちょっと自己紹介なんかさせていただこうかなと最初に思います。はい、はい、じゃあこっちから行こうかな。おマジか。はい、じゃあ担当楽器と名前をお願いします。 あとなんか一言。はい、トルテ&ショコラのベース担当の柳田です。よろしくお願いします。好きなものを一つ。え、好きなもの、好きなもの、好きなことはヘドバンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、トルテ&ショコラのボーカル担当のエニです。イエーイ。はい、好きなものは、ピンクが好きです。よろしくお願いします。色ね。はい、じゃあこっち。はい、トルテ&ショコラのギター担当してます、セナです。はい。セナさんは、お願いします。私は餃子と、あと、何ですかね。餃子とお酒が好きですね。はい。お願いします。お願いします。はい、そして。はい、トルテ&ショコラドラムの、ドラムの美咲です。お願いします。お願いします。イエーイ。好きなものは？好きなものは、お菓子です。恥ずかしい。どうしてそんな感じです。はい、はい、トルテ&ショコラは、はい、6人組のガールズバンドなんですけど、今日は代表4人で来ました、はい、あと2人本当は下手ギターちゃんと鍵盤がいて、はい、6人でトルテ&ショコラとなっております。ですね、まあまずはこの後も続きますので、まずは CM をご覧ください。はい、お送りしております、トルテとショコラの甘い時間、はい、あっちでした。すみません。はい、この番組はですね、ガールズバンドトルテ&ショコラが、うん、毎月一組ずつガールズバンドさんゲストをお呼びして、ガールズバンドシーンを一緒に盛り上げていきましょうという趣旨の番組となっております。はい、はい、という感じでですね、まあ、さっきちょっとすごいサクッとこう CM に行ってしまったんですけど、うんうん、はい、まあ、私たちはトルテ&ショコラということで、今日はですね、記念すべき第1回の放送なのにもかかわらず、ゲストさんが遊びに来てくれます。やったー、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、お呼びしたいと思います。はい、皆さん大きな声で一緒に呼びましょうかね。七色グリッターさん、お願いします。せーの、七色グリッターさん、カモン。どっちから来る？あっちから来ました。イエーイ、ありがとうございます。こちらへ。こんにちは。はい、こちらの、あ、お願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、あ、じゃあお座りいただいて。はい。どうもどうも。ということでですね、七色グリッターさん、まずはどんなバンドなのか、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしても良いですか？
はははは。まあ一言で言うとおっさんバンドですね。そうなんですか。こんなに可愛いのに何がおっさんなんですか。ね、うん、うちら飲み会になるとみんなすごい飲むんですよ。まあ、そっか、一人一人まずね、メンバー紹介します。あ、そうですね。そうですね。まずそこからお願いしたい。せっかちなものでね。はい、七色グリッターのボーカル、レンです。七色グリッター、上手ギターのアサピーです。こんばんみかん、七色グリッターベースのみかです。みかちゃん、お邪魔してます。サポートドラマのあゆなです。あゆなちゃん、はい、ありがとうございます。七色グリッターさんはどんな感じの活動をされてるんですか、今は。そうですね、今7月の12日にワンマンをすることが決まってまして、それに向けて今月に5本か6本かぐらい、こう怒涛のライブラッシュをやっているところであります。はい、どんなジャンルの音楽を。ポップロック。最近はロックよりですね。最近結構ハード寄りになったって言われますね、うん、前の方がなんかポップだったみたいで、うん、あ、そうなんですね、はい、今日はちょっと欠席してるんですけど、もう一人ギターがいて、ゆりかっていう下手ギターがいるんですけど、まあ、その子が加入してから結構ツインギターになって、結構ロックな激しめな感じに変化したねってよく言われますね。あ、そうなんですね。じゃあ本来は5人編成のバンドさんということですね。そうですね。七色グリッターさんって名前めっちゃ可愛いじゃないですか。名前の由来とかお聞きしたいんですけど。このなんだろう、クリスタルっていうか、この7つの彩りがこうね、パパってて何の色が出るかわからないじゃないですか。で、その何の色が出るかわからないっていうのを楽しみにしてほしいなと思って続けました。素敵な由来。トルテ&ショコラの由来とか知ってる？なんとなく。なんとなく。え、じゃあ言ってください。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。なんとなくって言ってんだからちょっと空気読んでよ。そこ説明しよう。本当に？みーちゃん知ってる？え、じゃあみ、知らない。嘘でしょ、嘘でしょ。知らないよね、わかんないよね。え、じゃあ今考えようよ。え、嘘。え、あるでしょ、ありますよね。え、マネージャーさん考えましたよね。あるはずなんだけど。知ってますよ。嘘。え、教えてください。なんでそれ知らないの。え、じゃあちょっとお願いします。トルテアンドショコラの由来を教えてください。トルテがドイツ語で、アンドが英語で、ショコラがフランス語で、そうだそうだそうだ、世界を股にかけてみたいな意味合いをね、込めてるんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今知った、今知った、知らなかったね。嘘でしょ。あ、そう、知らなかった。今知ったね。あれなんですよ、このバンドに加入した時に LINE のグループがあるんですけど、みんなの、うんうん、その LINE のグループに、うん、カリって書いてあって、トルテ&ショコラってもう書いてあったんですよ。だから私たち何も説明を受けてなくて、うん、あ、そっか、このバンドってこういうバンド名なんだみたいな。あ、じゃあ私は知ってなきゃいけないね。あなたは知らなきゃいけない。最初の私たちの結成メンバーが、最初はボーカルの私とベースの柳田で始めたんですよ、うん、はい、で最初2人で話してたんだ。覚えてないんだね。うるあれあれあれそう、本当はそうね、柳田が言ってくれることを期待してたんだけどね。まさかの七栗さんからの私が模範解答、はい、すみません、ありがとうございます。私が伝えさせていただきました。はい、まあそうですね、まあお互いね、ガールズバンドということで、うん、皆さん楽器を始めたきっかけなんかをね、教えてほしいなと思ったんですけど、はい、うん、じゃあ誰から。私からか。はい、私中学生ぐらいの時に友達同士でこうバンドを結成しようってなりまして、はい、でなんか友達がギターやるから、ミカちゃんベースやってみたらどうみたいな言われて。よくあるパターンだよね。強制的な。弦が4弦しかないから簡単だよみたいな。あ、え、それでそっかみたいな。そう、全然簡単じゃない。え、その実は簡単じゃないことにはどれぐらいで気づいたんですか。え、なんか実は1年ぐらいしてから。結構気づくのに時間かかりましたね。かかりました。1年間練習して何か違うぞと。そうそう、歪まないなみたいな。おいおいおい。まあね、縁の下の力持ちだからね、ベースっていうのは。うまいね、うまいね。うまいね、ごめんなさい。自分で言うとだ。はい、え、じゃあ
エルナさんはなぜドラム？私もともと実家がライブハウスやってたんですよ。すごい。長野が出身なんですけど、でやってて、私が中学くらいの時に始めて、あの私すごい手がちっちゃくて、うん、小指がすごい短くて、本当だ。あの弦楽器に挑戦できなかった。でドラム叩いてみたいなって言って始めたら、やっぱライブハウスだから周りの大人が盛り上がっちゃって、いつの間にかライブハウスドラム私みたいな、なんか定着してたのが始まり。でもね、実はドラム以外も何でもやられますよね。あ、歌と最近あのギター、ちょっと小指短いなりに弾けるようになってるので、ああそうなんだ。すごい、本当何でも屋さんですよね。なんか一回あの対バンさせていただいた時は歌われてた。そう、アコギね、アコギの弾き語りで、弾き語りで一回だけ。すごい、七栗さんに入る前の話を、ね、やってましたし、多彩な、はい、すごい、あの何でもできるんです。楽器以外でもすごい頼りになるもううちら的には仏の愛になってるもう悟りを開いてる感じなのでもう結構頼りにしてるんですね。すごいね、優しいですよね。だってなんかさっき私ちょっと言っていいのか分かんないけど、コーヒーこぼしたんですよそうだね、そうスカートにコーヒーこぼしちゃって、ここ、ね、ちょっと残ってる、はぁーってなってたら、はいはいっつってシミをこう叩けばいいんだよ、ポンポンポンみたいな、シミしてました、マジ仏はい、じゃあそんな感じですいません、仏のアイナさんそして私はですね、始めたきっかけを、中学校1年生ぐらいの時にあの X にハマりまして、もうすごい熱狂的に好きでして、あのその時は楽器とかじゃなくてもう一ファンだったんですけど、まあ見てるとちょっと憧れるじゃないですか、やっぱりかっこいいなと思って、で最初はドラムをやってたんですよね、ヨシキが好きで。でもあの家で練習できないのでギターに変わって、まあそれから続けてるって感じですね。ドラムはじゃあ今でも少しは叩ける。まあね、たまに遊びであのスタジオ入った時とか、ね、何回か披露したことあるよね。私披露されたことないの。あ、じゃあ今度披露するよ。お願いします。見せてあげるね。大したドラムじゃないんですけど、まあかじった程度で。楽しみにしてます。今後見れること。あ、頑張ります。はい、あ、じゃあレンさんはお歌を始めたきっかけは。そうですね、なんかそれまではちょっと声を使った仕事をしようと思したいなと思ってて、まあ、声優さんとか やりたいなと思ってたんだけど、ちょっとこう自分で作曲して歌を歌いたいなって思って、17歳ぐらいの時にちょっと歌を転校しました。あ、じゃあ17歳で転校してから今はお歌を一本で。そうなんですね。はい、じゃあそんな七色グリッターさんとこの後はですね、うちらでなんとセッションライブをお届けしたいと思っています。なので、はい、ちょっとまた一回 CM なんですけど、この後もお楽しみください。はい、トルテとショコラの甘い時間お届けしております。イエーイ、はい、ということでここからは、生で弾いてみたコーナーということでですね、うちのギターセナちゃんにバトンタッチしたいと思います。ドン。はい、そうですね、あのこの企画
各バンドの代表ギターが今流行りの、弾いてみたってあるじゃないですか、 YouTube とかニコニコ動画で、それのまあ真似っこじゃないですけど生で弾いてみましょうみたいな、生で弾いてみた自分の影響を受けたアーティストさんのちょっとまあちょっと短い時間なんですけど、まあ、ちょっと弾いてみたよみたいな感じで、はい、やりたいと思います。はい、じゃあまずは七色グリッターさんの、はいはい、はい、弾いてみたで、私アサピーがちょっと、はい、ちょっと緊張するんですけども、ぶっちゃけはい、ちょっと披露させていただきたいと思います。紹介しちゃっていいんですかね。はいはい、先ほども話しましたけれども、X のね、私のきっかけとなった X のサイレントジェラシーのギターソロをやりたいと思います。おー緊張する。ありがとうございます。ではでは対抗して、対抗はしないですけど、はい、うちのギターちゃんも行ってもらいましょうかね。あ、ギターがそっちなんですね、はい、いやすごいですね。それどれぐらい練習しましたか。あ、よくコピーをしていた。え、待って、お酒持ってないですか、なんか、そうお酒ね、はい、素晴らしいはい、ではでは次はね、はい、ギターのセナタン、はい、私はですね、知ってる方も多いかと思うんですけど、中学生の頃からグレーが大好きで、ファンクラブにもずっと今でも入っているんですけど、そのグレーの中で、まあ、中学生の頃にコピーしたBe Loved という、はい、懐かしいですね結構、はい、のをやりたいと思うのでお願いします、はい、お願いします。上手ですな。ありがとうございました、セナポン。はい。
という感じで、ではではですね、次のコーナーに行きたいんですけど、なんとなんとネット TV 限定セッションコーナ ー, おー、すごい、ありがとうございます。という感じでですね、ギターちゃん2人、はい、七グリのギターちゃん、そしてうちのギターちゃん、そして、ボーカルのレンちゃん、そしてエニで、なんとなんとスペシャルセッションをやらせていただいちゃおうかなと思います。という感じで、じゃあ、はい、ありがとうございます。じゃあセッションコーナーに移動、イエーイ。ドタバタやね、ドタバタやね、ほんとに。よいしょよいしょ。アコギ、アコギをね。はい、今日はですね、七色グリッターさんの曲を一緒にやって、そしてトルショコの曲を一曲やらせていただこうと思っております。よいしょよいしょ。じゃあレンちゃんから七グリさんの曲の紹介をお願いします。はい、この曲は、砂漠のね、砂漠の月をイメージしてまして、砂漠の月の下で木陰に佇みながら、もう会えない人を思いながら、もしかしたら会えるかもしれないって思いながら作った曲です。じゃあ聴いてください。Under the Moon。 お、少々お待ちください、少々お待ちください。皆さん頭の中に砂漠を思い浮かべてください。はい、じゃあ、はい、じゃあ改めまして聴いてください。Under the Moon。 静かに佇む月の松岡で、柔らかな風が私をさらった。という感じで、ちょっと時間の関係でこの曲だけになってしまいます。イカシエムです。
トルテとショコラの甘い時間イエーイお送りしております。完全、はい、先ほどね2曲やるって言ったんですけど時間の関係でちょっと1曲になってしまいましたが、はい、じゃあ最後にね今日どうだったですか、ちょっと感想など簡単に、じゃあボーカルのレイさんから。はい、ちょっとね今日はちょっとね緊張してたんですけど結構観客の方とかも応援してくれてちょっと最後まで頑張れました。ありがとうございます。ありがとうございました。砂まぐりさんは次回のライブ、まあ、さっきもねワンマンのことちらっと言っていただきましたがもう一度じゃあ最後にワンマンの告知をお願いしていいですか。じゃあちょっとリーダーのミカから。はい、ワンマンの告知ですね、ですね7月12日の土曜日に初台ドアーズで七色グリッターファーストワンマンライブをやります。もうちょっと初めてなのでありがとうございます。あともう一個ありまして、ちょっとなんかカンペを書いてきたんですけど、お願いします。今回企画絡みでいろいろとあの撮影をしてるんですよね今。で好評だったあの前回コスプレライブというのをやったんですけれども、その映像を合わせてワンマンまでの期間に YouTube でアップいたします。好評だったらその後その他のライブ映像も含めて公開することも考えてますのでぜひ見てください。という感じでお願いします。すごいねコスプレ、うん、コスプレ私たちもだってこの格好がさ言わない、それ思ってても言わないでください。はい、じゃあそんな感じでねコスプレの方も楽しみにしております。私たちも見ます、見ます、見ます。あ噛んじゃった、噛んじゃった、大事なとこ噛んだ。はい、ではではトルテ&ショコラの告知の方もさせていただきたいと思います。はい、はい、次回のライブが6月9日の月曜日、場所は渋谷のスターランジさんです。はいです。はい、そしてそして次回こちらのワロップさんでのトルテとショコラの甘い時間、放送日は7月18日になっております。時間は同じです。9時から9時半またね新しいギャルバンさんをゲストに迎えて、はいはい、楽しい30分番組の30分のトーク番組をお届けしますので皆さんもしよかったら来月も見てくださいね。よろしくお願いします。はい、お願いします。いい感じで。いや本当短い間だったんですけれども本当にあっという間でした ね、 ね、うん、まあ来月は何やるんだろうな。ワクワク。なんかやってほしいこととかあったらよかったらリクエストとかお待ちしてます。Twitter、うん、とかブログもやってるので、はい、ぜひぜひ。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。